最強寒波、三重県に大雪。1月25日、気象台は午前7時37分で大雪警報を発表。北部では25日夕方まで大雪に警戒が必要。10年に一度の最強寒波が三重県に大雪を降らせました。日本付近は冬型の気圧配置が続き、いなべ市では最大降雪量が20センチと予想。岩にはどっさりと雪が。おやおや、雪でかたどったものがありますね。猫の雪だるまのように見えますね。孫が雪の降る中で作ったものです。四季咲きバラは一休みでしょう。降雪量を測ってみました。22センチほどありましたね。息子に道路の雪垣をお願いしました。踏み固まったところは難儀ですよね。車の出入れのところの除雪は完了しましたね。ご苦労さん。次の日、雪も上がり、これより車に積もった雪の撤去をします。車内も車に積もった雪下ろしにかかります。メジロが木の実をついばみに来ましたよ。ここは両ヶ池上池です。大安町絶景の場所です。道路は固められた雪の層とシャーベット状に分かれていました。池はうっすら氷が張っていましたね。ここは渡り鳥が多く飛来する上池です。こちらの方は野鳥観察のようですね。いい写真が撮れますように。ここは両ヶ池公園下池です。
雪が止んだ後の静かで晴れ上がった様子は絵になりますね。下池です。大判がいましたよ。水中の藻を取りに潜っていきました。ここは宇賀川にかかる弁天橋です。大安公民館の花壇も雪で覆われていました。宇賀川は竜ヶ岳から流れてきています。三岐鉄道三岐線宇賀川鉄橋です。大雪で電車の遅れは大丈夫でしたでしょうか。シラサギがいましたよ。こちらは大安大橋、地元ではピヨピヨ橋とも呼びます。村で何やら騒がしいです。小猿が南天の実を食べに来ていました。親猿も来ていました。親猿は小猿を守るために襲いかかってくることがありますので注意が必要です。冬の雪深い日は猿にとって食べるものが少ないのでしょうね。次の餌を求めて出て行きましたね。ほっとしました。